こんにちは。武器屋の店主のフランです。シャッス。私は勇者のユウちゃんだよ。Uber Eats の参上だ。お待ち。え、私が頼んだのは Uber Eats なんだけど。Uber Eats の参上でいい。ご注文の品をお届けでいい。最近の Uber Eats は、そんな自転車で走るのね。知らなかったわ。ははあ、それは遅れていますが。これが最近の Uber Eats のユニバーサルスタンダードだぜ。こいつに乗ってないやつは、完全に流行に乗り遅れてる。ふうむ、少なくとも名古屋では見かけたことないわね。これがお姉さんの頼んだ品だよ。注文した品に間違いはないわ。さすが Uber Eats ね。さて、今回はブローニングが開発した BAR を紹介します。 BAR? バーじゃないのか。一般的には BAR と呼ばれています。正式名称は M1918 ブローニングオートマチックライフルね。ブローニングオートマチックライフル、略して BAR ってことか。そうです。1917年に完成したブローニングの設計による自動小銃です。同じくブローニングが同時期に設計した M1917 マシンガンとの混同を避けるため M1918 の名前がつきました。またブローニングが新たな武器を開発したのか。これも成功兵器ですか。スーパー成功兵器です。 BAR にとどまらず、ブローニングは今後もさらなる成功兵器を生み出していきます。まるで成功兵器のワーゲンセールだな。 BAR はアメリカの正式装備になった銃で、20世紀数多くの国で使用されました。第一次大戦から第二次大戦、戦後の1970年代まで活躍します。 BAR はフルオート射撃が可能なライトマシンガンに分類されています。ライトマシンガンってことは、歩兵が一人で持って運搬できるのか。そうよ。 BAR はワールドウォー1で初めて使用されます。ヨーロッパに派遣されたアメリカ遠征軍のためにブローニングが設計した武器ですね。なるほどね。まずは開発の経緯から説明していきます。ブローニングはこれまでの動画でも何度か登場しているので、細かい説明は省きます。19世紀末から20世紀に活躍した武器開発の天才のことだ。ブローニングは現代の銃火器技術の礎を築いた人です。 BAR の開発はアメリカのワールドウォー1参戦の折に開発された武器です。1914年7月にヨーロッパで第一次大戦が起こりますが、アメリカは当初参戦していませんでした。アメリカがワールドウォー1に参戦するのは1917年の4月です。開戦から3年近くも経ってから参戦したわけか。なんで3年も放置してから参戦したの。一言で言えば、ドイツにイラッときて参戦を決意しました。そんな軽いノリで。軽いノリではありませんでした。ドイツの潜水艦がイギリスの客船を沈没させたのが直接の原因です。その船には多くのアメリカ人が乗っており、犠牲となりました。この事件をきっかけにアメリカがドイツに宣戦布告したのです。てめえは俺を怒らせたって感じの流れだったのか。あとはイギリスとフランスにお金をたくさん貸していたので、負けてもらっては困るという事情もありました。それは切実な問題だ。しかしワールドウォー1に参戦したものの、アメリカにはろくな武器がありませんでした。え、マジっすか。アメリカは第一次大戦の戦争需要で輸出で儲けていたんじゃないのか。儲けてはいましたが、武器製造に直結していたわけでもなかったようです。正式装備であったライフル M1903 の数は足りず、急遽イギリスのリー・エンフィールドを改造、製造して支給したのです。そういえばそうだったな。武器の数も足りてなかったのか。またイギリス、フランス、ドイツは開戦から数年間の塹壕戦を経験していました。しかし途中から参戦したアメリカ軍にとって塹壕戦は未知の戦闘でした。塹壕戦に適した武器も持っていなかったのです。塹壕戦は武器の歴史を変えてしまったからな。そうね。特に塹壕戦で必須となる機関銃の不足は深刻でした。だからアメリカ軍はイギリスやフランスの武器を使用することが多かったのです。しかしアメリカで使っている武器とは勝手の仕様も違いますし、兵団の問題がありました。イギリスやフランスとは使っている弾薬の種類が違うもんな。なるほど、アメリカ軍は準備不足な感じがするね。ここにチャンスを見出したブローニングは、新たに設計した連射兵器をアメリカ軍に持ち込みます。それが BAR です。ブローニングめ、武器の設計だけでなく商売もうまいことやりやがる。ブローニングは2種類のマシンガンを持ち込みます。M1918
F17 ヘビーマシンガンと BAR です。2種類も持ち込んだの？仕事が早すぎる。ブローニングはもともとマシンガンの開発をしていましたが、19世紀末からはハンドガンやショットガンの開発に集中していました。1910年までにはオート5や M1911 も完成し、仕事は一段落していたと思われます。 M1911 を完成させた後、マシンガンの開発を再び始めたと言われていますね。飽くなき探求心を持った技術者の鏡だ。1917年の2月、 BAR のデモンストレーションを見たアメリカ軍は BAR の即採用を決めます。それから諸々の調整や手続きを行い、1918年の2月から生産が開始されます。生産するまでに1年をかかったのか。当時戦争需要による武器製造がピークでした。カルト社の工場はすでにフル稼働状態で余裕がなく、マーリー社の工場もフル稼働状態です。工場が忙しすぎて生産ラインの空きがないってことか。これでは従業員が月200時間くらい残業をやらされてしまうぞ。当時の企業の労働時間については分かりかねますが、軍の主導で生産ラインの枠を作って BAR の生産に入ったのです。こうして BAR はヨーロッパで戦うアメリカ軍に届けられます。しかし現地に届いたのは1918年の7月で、実戦で初めて使用されたのが9月12日と言われています。ワールドウォー1が終了するのは11月ですから、ほんの数ヶ月しか使われませんでした。短い。 BAR の性能や仕様について見ていきましょう。 BAR は塹壕戦で使える武器を目的として設計されています。歩兵は一人で持ち運んで使えるライトマシンガンとして設計されました。サブマシンガン的な使い方ってこと？そうなるわね。サブマシンガンほど軽くはありませんが、 BAR の重さは7キロちょっとくらいです。7キロなら歩兵が一人でも運べるね。サブマシンガンは拳銃弾薬を使うのに対し、 BAR はライフルと同じ弾薬を使用します。 BAR の使用弾薬は3006、これはアメリカ軍の標準的なライフルカートリッジですね。当然威力はサブマシンガンとは段違いに強いです。 M1903 やアメリカ版リー・エンフィールドとも弾薬が共有できるってことだね。これなら使いやすい。 BAR にはセレクターがついており、セミオート、フルオートの切り替えが可能です。おお、なんとついにライフルにもセミオートの波が来たのか。そうなりますね。1910年前後から BAR だけでなく、他にもセミオートライフルが登場し始めました。なるほど。それで BAR はセミオートだけでなくフルオートにも切り替えられるんだね。そういうことです。ガスオペレーションによる連射方式で、これはブラウニング自身が過去に発明した仕組みを使っています。この BAR のような武器が後のアサルトライフルに発展していくのです。塹壕戦の影響で近距離で連射できる武器の必要性が高まったんだね。 BAR はライフル弾を使っているので、射程距離はライフルと大きく変わりません。最大射程は 4.5キロ、照準は100から 1300m くらいで設計されています。強力なマシンガンだ。装弾数は20発で、脱着式のボックスマガジン、発射速度は毎分550発ほどです。装弾数は多くないので弾切れに注意して使う必要があります。意外と弾数が少ないな。そうですね、そこは少し不利な点でした。 BAR は通常のライフルのように狙いをつけて撃つこともできますが、ワールドウォー1では狙いをつけずに腰止めで射撃する手段が用いられました。腰止めってなんだ？腰に銃傷を当てて撃つ方法です。腰撃ちは精密に狙う撃ち方ではなく、弾をばらまいて敵をひるませる撃ち方です。ふーむ、そういう使い方か。ワールドウォー1より前は歩兵が持ち運びできるほど軽いマシンガンはありませんでした。重さが40キロも50キロもあるようなマシンガンが普通で、とてもライフル部隊の行軍速度にはついていけません。しかしワールドウォー1では軽量なライトマシンガンやサブマシンガンが登場しました。これによってライフル部隊とマシンガン部隊が一緒に行軍できるようになったのです。連射と狙撃、それぞれの役割を合わせ持った強力な部隊が誕生したんだね。ウォーキングファイアと呼ばれる戦術が効果を発揮しました。敵部隊に向かって行軍しつつ、 BAR 部隊が制圧射撃で支援し、ライフル部隊が精密な射撃で敵を倒します。そういう戦術か。また BAR は常にボルトが開放されているオープンボルトのため、砲撃に優れています。し
しかし一方で、オープンボルトは引き金を引いてから薬室に弾薬を装填するので、精密射撃が苦手です。ですので、BAR は制圧射撃に向いた武器と考えられます。なるほど。BAR は頑丈で壊れにくく、非常に信頼のおける武器でした。当時のアメリカ兵は、性能に満足し、BAR を絶賛しました。それまでアメリカ軍が使っていたフランスの商社に比べ、段違いの性能だと喜んだのです。フランスの機関銃はダメだったのか？商社は動作不良を起こすことが多く、史上最悪の機関銃と評価する人もいます。フランス空軍では、ワールドウォー1終戦後の2ヶ月後には、商社から BAR に乗り換えていきます。そうなんだね。BAR は、アメリカ兵を満足させた優れた武器だったんだ。そうよ。ワールドウォー1において、アメリカ遠征軍の総司令官、ジョン・パーシングは BAR を秘匿しようとしました。ドイツに BAR を露局されて研究されることを恐れたのです。ですので、BAR の使用を限定的とし、戦線に投入することを遅らせた、とも言われていますね。BAR が本格的に活躍するのは第二次大戦です。1938年、BAR は、分隊支援火器として正式に採用されます。分隊支援火器？分隊を支援するための武器ってことですか？そういうことね。当時のアメリカ陸軍の歩兵は、12人で1つの分隊を作っていました。12人のチームに1丁の BAR が支給されたのです。例えばこの絵は、1942年から43年、ガダルカナルの戦いに投入されたアメリカ陸軍歩兵分隊の装備の一例です。こいつもわかりやすい。上から3番目が BAR かな？そうね。M1 ガーランドが9丁、M1903 が2丁、BAR が1丁ですね。BAR の車種が死亡する場合に備え、全員が BAR の訓練を受けていました。そうなると、BAR はマジで歩兵の主力武器の一つになったわけなんだね。そういうことになるわね。そしてこちらは、1943年から44年、アメリカ海兵隊の分隊の装備です。M1 ガーランド10丁に BAR が2丁ですね。BAR が増えているな。さらにこちらは、硫黄島や沖縄戦に投入されたアメリカ軍海兵小隊の武器です。一つの分隊に、新兵器の M1 カービンが4丁、M1 ガーランドが6丁、BAR は3丁です。おう、BAR がさらに増えている。このことからも、アメリカ軍では BAR を重要視していたことがわかります。先ほど説明したように、BAR が制圧射撃を行い、ライフルマンが狙撃します。BAR の配備数が増えた理由は、装弾数と発熱の問題です。装弾数と発熱か。やっぱり発熱の問題があったの。ありました。装弾数が少ないのは、弾薬の節約もあるかと思いますが、発熱を抑える目的もあるんだと思います。見ての通り、BAR の中心には何の冷却装置もついておりません。一人が撃っている間に、マガジンの交換を行い、その間に重心を冷やすこともできますね。確かに。BAR を交互に撃って、少しでも長い時間発射できるように効率性を高めたってわけだ。BAR の数が増えたのは、効率性を高める目的もありますが、耐久性が高いという点もありました。泥や汚れに強く、ジャングルなどの汚れやすい環境でも信頼して使うことができたのです。そういうことか。ワールドウォー2が終わった後の朝鮮戦争でも活躍し、寒いところでも問題なく動作したのです。環境の変化に左右されない、素晴らしい武器だね。さすがブローニングの設計した銃だ。BAR はアメリカ軍だけでなく、世界30カ国以上で使用されました。しかし、第二次大戦後には、アメリカ軍で M60 というマシンガンが登場し、置き換わっていく方となります。なるほどね。でも、BAR は長い間活躍した武器だったんだ。そうね。とても活躍した、強力な武器だったのです。不器用なお姉さん。BAR の解説でした。ブローニングが最強すぎるね。そうですね。この後もブローニングはマシンガンの設計を続け、M2 マシンガンという超精巧兵器が誕生します。他にも、ブローニングハイパワーという傑作ハンドガンを生み出すことになりますね。次から次にアイデアを生み出すな。ブローニングの設計は、武器の歴史を大きく塗り替えました。飽くなき探求心を持った素晴らしい技術者ですね。というわけで、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。面白かったらチャンネル登録してくださいね。
よろしく頼むよ。